出発しました。いやー、ついにですね。いいですね。この車はそのオートマとかマニュアルってミッションがなくモーターなので、はい、自動でスーッと速度が上がってくる電車みたいな動きなので、2速3速ってこう、あの変速のショックってものはないんですね。そうですね、なんかスムーズな感じはしますね。音もめっちゃ静かですね。そう、あの乗られた方の一番最初の感想は、とにかく静か。そうです、静かに、あ、スーッと動いてきますね。静かさですね、確かに。快適すぎる。で、燃料のこの電池のバスって、この走ってる時よりか、最後、止まる時が重要で、もちろん、あの、上の天井で、作ってる水素から取り出す電気も使って走らせるんですけれども、それだけだと足りない時がありますので、特に動き始める時は、駆動用バッテリーって一個充電するバッテリーがいるんですよ。そこに、電気を貯めるためには、止まる時、ブレーキかけながら、回生ブレーキっていう、止まる時が大事なんです。止まり方ってことですかね。だスーッとね、スーッと止まってくれてるのに、さ、あれは一生懸命電気を貯めてる動作もして、そこでまたエネルギーを賄っていて、ここすごいっす。到着です。はい、着きましたね。もうあっという間でしたね、本当に。いや、快適でした。はい、本当に貴重な時間をありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、今まで、テレビとかで見てた、だけだったものが実際にこう体験できて、すごく本当に、貴重でしたし、やっぱりゆくゆくは、そういった燃料電池自動車に乗って、生活してみたいです。本当に僕も初めて、乗ったり、体験してみて、本当に今まで経験してこなかったことなんですけど、環境にもよく、そしてデザインなど本当に毎日でも乗りたいような、車やバスだったんで、本当にこれからの、生活にも生かしていきながら、生活していきたいなというふうに思います。はい、ね、本当最高のお天気の中、いろんな経験ができましたね。はい、はい、そして横浜市では引き続き市民の皆様と一緒に、これからも脱炭素社会の実現に向けた様々な取り組みを実施していきます。これからもどうぞよろしくお願いします。